しまなみライナーしまなみライナーしまなみライナー写真の車両は特別支援学校輸送用に使用された後現在はシトラスライナーにコンバートされているしまなみライナーしまなみライナー福山線しまなみライナー広島線しまなみライナーは西瀬戸自動車道を経由する広島県の主要都市と愛媛県今治市を結ぶ高速バスである小野道市 三原市、印の島市を発着する路線もあったが、すでに廃止となり、広島市と福山市を発着する路線が残っている。1999年の島並海道開通と同時に5路線が開設された。しかし、開通初期の渋滞によるダイヤの乱れや、マイカーとの競合、さらには今治港、ハブ港を結ぶ、快速線などでの料金の大幅値下げや今治港、 三原港を結ぶ航路をセット観光ボートが開設するなど航路との競争で利用が低迷した。その結果、因島線、三原線が1999年に廃止され、尾道線も新幹線乗り継ぎの利用が福山線に流れたことなどから利用者数が減少し2005年に廃止された。現在は新幹線の乗り継ぎ等の需要のある福山線、広島線のみ存続している。 当初、島並海道の未開通部分では一般国道を経由していたが、2006年に陸地島道路が完成し島並海道が全通すると一般国道を経由していた区間が海道経由に変更された。これに伴って今治福山線では約14分、今治広島線では約9分所要時間短縮された。3社が平日は1往復、日。 日宿美瀬戸内、島並リーディングが1日6往復、瀬戸内運輸、中国バスがそれぞれ4往復、共鉄道が2往復を担当している。かつて運行されていた、尾道線は、中国バス、瀬戸内運輸、瀬戸内、島並リーディング、本市バス開発、三原線は、瀬戸内、 島並リーディングと本市バス開発の2社、陰の島線は、元の島運輸が運行を行っていた。なお、三原線は、成功、多だの海交換で、大三島フェリーに、バスごと乗せる携帯を取っていた。出くくった中での相互乗降はできない。セトダ BS セトダパーキングエリアセトダ BS セトダパーキングエリア、ありがとうございます。